戦場にかける橋、戦場にかける橋、戦場にかける橋は、1957年公開の A、米映作映画、第30回アカデミー賞作品賞受賞作品。題名の、戦場にかける橋とは、太陽国の空営側にかかる空営川鉄橋を指す。制作会社は、コロンビア映画で、監督は、デビット・リーン。フランスの小説家、 ピエール・ブールの戦場に架ける橋を原作にリーンダが脚色。1997年に合衆国国立フィルム保存委員会がアメリカ国立フィルム登録簿に新規登録した作品の一つである。第二次世界大戦のただ中である1943年のタイとビルマの国境付近にある捕虜収容所を舞台に日本軍の捕虜となったイギリス軍兵士らと彼らを 強制的に対面鉄道建設に動員しようとする日本人大佐との対立と交流を通じ極限状態における人間の尊厳と名誉戦争の無誤差を表現した戦争映画劇中に登場するイギリス軍兵士への数々の懲罰は原作者のブールが実際に体験したものであるとされる舞台となった鉄橋が架かる川の旧来の名称はメイクロンガーであったが この映画によって、クワイワが著名となったために、クーエイ・ヤイワと改名され、クーエイワ鉄橋は公開後半世紀経過した、現在でも観光名所となっている。また、劇中で演奏される、クワイワ、マーチ、ボギー大佐も、世界各国で幅広く演奏される、数ある映画音楽の中でも最も親しまれている作品の一つである。作中で、 日本軍兵士が持っているのは、当時の日本軍製式銃器ではなく、イギリスのリーエンフィールド小銃や、ビッカース銃器艦銃であったり、撮影セットとして、スリランカの密林の中に架橋されたクワイ側目標は、史実と異なりダイヤモンド型上下トラス構造で製作されるなど、交渉の面では注意が必要である。2006年に DVD 戦場に架ける橋アルティメットコレクションが発売された。特典映像として、制作に関するドキュメンタリーや、フォトギャラリー、オリジナルの予告編が収録されている。また、日本語吹き替え音声が新規に収録されている。1989年に、イギリスで制作された映画、戦場に架ける橋に、クワイ側からの生還、現代、リターンフロムザ・リバー・クワイは、現代、 広大ともに本作の続編であるかのようなタイトルだが実際には無関係の作品である。そのため本作の権利元から商標侵害について訴訟を受けている。第二次世界大戦下において当初日本の同盟国であった太陽国と日本軍の占領下に置かれたイギリスの植民地のビルマの国境付近に日本軍管轄の捕虜収容所があった。 第16捕虜収容所と呼ばれるその場所では、日本軍と対峙する連合国軍の一国である、アメリカ海軍の中佐であるシアーズをはじめ、捕虜となったアメリカ軍兵士が連日過酷な労役に従事していた。日本軍兵士に買収を試みるなど、幾度となく脱出を図ったシアーズだが、ある日にコルスン大佐が率いるイギリス軍捕虜一体が収容所に移送されてきた。 タイが整列すると収容所の中から所長である斉藤大佐が現れた。斉藤によると収容所付近にある対面鉄道をバンコクとラングーン間を結ぶものとする空営側の橋を建設するためにイギリス軍捕虜を招集したとのことである。また、有刺鉄線や監視等がないとはいえ、古島のジャングルから脱走することは不可能だと忠告した。さらに、将校も 兵士同様の労役を義務付けられていると説明した、斎藤に、大佐であるニコルスンは、ジュネーブ協定に反すると申し立てたが、受け入れられなかった。ある雨の日、ニコルスンは収容所の中でシアーズと知り合う。シアーズは、海軍の出身で、船を戦闘で失った後を良い歴史までたどり着いた。収容所にいた他国の兵士は、マラリアや赤痢、リ、といった病気や、飢え、カ 銃弾での負傷や自殺などで大勢が命を落とした。そして彼もまた何かの病気を患っているらしい。その夜七時に開かれた商工会議で脱走について話し合われた。ニコルスンは古島のジャングルからの脱出は不可能であると主張。一方、捕虜生活の長いシアーズは仮に脱出を断念しても最終的には 捕虜として死ぬしかないと述べ、いざという時には脱走も辞さない構えを見せた。しかし軍律を遵守するニッコルスンは、シンガポールにおいて、司令部から降伏を命じられたことを打ち明け、脱走は軍律に反するとし、兵隊の意欲を奪わないために建設作業の指揮は、日本軍ではなく、自らが率いるイギリス軍が行うと確認した。翌朝、斎藤は、イギリス軍兵士たちに、 技師である、三浦中尉の指揮下で5月12日までに、橋の建設を終える命令を下した。将校も労役に参加する義務があると述べた斉藤に、ニコルスンは、将校の労役は禁ずるとするジュネーブ協定の条文を見せて、再び抗議。しかし斎藤は、敗者の掟は無価値であるとして、それを退りけた。それでも、カタクに労役を拒否するニコルスンに、斎藤は、3つ数えるまでに、 作業場へ向かわねば機関銃を発射すると宣告。三つ目を数えようとしたその時、軍医であるクリプトンが収容所から飛び出し、非武装のものを射殺するのが日本人か、と斎藤を非難。斎藤は宿舎の奥へと姿を隠した。射殺こそ免れたクリプトンな証拠一同であったが、機関銃の銃口が向けられたまま炎天下を直立不動で延々と立たされた。 意識を失う将校がいる中を日没まで立ち続けたニコルスンらであったが、斎藤の命令により、将校全員が映像に監禁されることになった。この暴挙に捕虜となった兵士は退去して大声を上げ抗議。すると、宿舎の中から日本兵に肩を抱かれ、意識を失ったニコルスンが現れた。抗議の首謀者である、彼はオーブンと呼ばれる、 最も日照りの強い銃営層に監禁された。その夜、シアーズは仲間二人と収容所を脱走。仲間は日本兵に発見され射殺された。シアーズも一発の銃声と共に川底に姿を消した。佳境の建設現場では、三浦注意による技術指導が窒息であることと、英軍兵士らによるサボタージュが原因で、予定の半分ほどしか工事が進んでいなかった。 また、シアーズらによる脱走が発覚したことも、斉藤を苛立たせた。一体の隊長として、斉藤の元を訪れたクリプトンに対し彼は、建設期限まで時間がないため何としてでも、ニコルスンら将校を、建設作業に従事させたいと要求し、応じなければ、病院に収容されている患者を建設現場に、派遣すると言った。クリプトンは斉藤から5分間だけニコルスンとの、 面会を許可され、彼に斎藤の計画を伝えた。ニコルズンの体調が気がかりである上に、患者を建設現場に送るわけにはいかないと、ニコルズンに計画への賛同を進めたクリプトンで、あったが、斎藤の要求は、脅迫であり、自分にもジュネーブ協定を遵守する主義があるとして、ニコルズンはカくなに労役を拒んだ。クリプトンはその旨を斎藤に伝えると同時に、 ニコルスンへの厳しい待遇は非人道的であり、万が一ニコルスンが死亡すれば、殺人と同罪であると主張した。しかし斎藤は、死亡したとしても、責任の所在は、ニコルスン自身にあるとして受け入れなかった。命を落としたと思われていたシアーズだが、奇跡的に一命を取り留めていた。だが、携帯していた水筒の中身はすでにつき、灼熱の太陽の下をただ当てもなく、 さまよい続けていた。すると、シアーズはある、小さな集落を発見した。安心したのか彼はその場に倒れ込み、集落の人々に保護された。その頃収容所では斉藤が、一向にはかどらない建設工事の指揮者である、三浦中尉を激しく叱責していた。収容所の前に整列させたイギリス軍兵士らの前に、立った斉藤は、建設工事が進展しないのは、将校が、 労役に参加しないからであると、イギリス軍を攻める一方、工事指導の稚拙な三浦にも火があることを認め、その解任を発表した。その上で明日からは、自身が工事の指揮を取ると述べた。しかし斎藤が指揮者となった翌日以降も、順調に工事が進むことはなかった。ある夜、斎藤は、夕食の場に、ニコルズンを呼び出した。斎藤は、 コンビーフやウイスキーを振る舞うも、ニコルスンはこれを拒んだ。自らの追い立ちを淡々と語り始める斎藤に、ニコルスンは、あなたのこれまでの身勝手な行動に関する報告書を作ると迫った。しかし斎藤は、工事期限が12週間後に迫っており何としても、人手が欲しいと強調。それでもニコルスンは、将校の漏役を拒否し、お互いの主張を妥協することはなかった。 万が一工事期限に間に合わなければ、捕虜を全員殺した上で自らも命を絶たねばならないと告白する斎藤にニコルスンは、日本人よりもイギリス人の指揮官の方が、はるかに捕虜の士気を高めることができると言ってのけた。激高する斎藤であったが、自らの指揮下で工事が進んでいないゆえ、イギリス人は負けておきながら強情で誇りを持たないから、嫌いだと罵倒するしかなかった。 小さな集落にたどり着いたシアーズは、さらに安全な場所を求めて、楽園のようであったその集落を去ることにした。木造の船に乗り行きようようと漕ぎ出したシアーズで、あったが、瓶に入った水が底をついたため仕方なく川の水を飲んで腹痛を引き起こすなど脱出は難航した。一方、捕虜収容所では、ニコルスンが斎藤に呼び出された。 3月10日の陸軍記念日を迎えるにあたって、その日をイギリス軍の祝日とし、ニコルスンを含めた将校全員を宿舎に返すという恩赦まで与えるというのだ。さらに、将校は労役につかなくても良いとのこと。どうしても工事期限までに橋を完成させたい斉藤は、ニコルスンに恩赦を伝える手段を取ったのだ。宿舎から出てきたニコルスンの表情から彼の 勝利を悟った捕虜たちは一斉に彼のもとに群がり狂気した。その陰に隠れ、自らに与えられた任務を遂行するために、下の立場の者にひれ伏さざるを得ないという屈辱を味わった斎藤はむせびなくしかなかった。かくしてニコルスンによる建設現場の視察が始まった。しかし、五長が部下の人数すら把握できていないなど、長期間にわたって染みついていた気の緩みは捕虜たちから、 軍人としての誇りを奪い、建設工事のサボタージュを大きく助長していた。ニコルスンの思惑通り、イギリス軍の将校は揃って、橋の建設に関する知識を豊富に持っており活発な意見交換がなされた。その中でニコルスンは、橋の建設の目的を日本軍にイギリス軍の知識と能率を見せつけるのとともに、捕虜たちに兵士としての誇りを取り戻させることに定めた。 数日経ったある日、日英両国の将校による会議が開かれた。その中で、イギリス軍は、日本軍が、これまで行ってきた工事では建設予定地の地面が柔らかすぎるため完成後最初の列車通過で橋が崩落するだろうと述べた。さらに、作業の分担をすることで労働力の大幅な改善が見込めるなど、積極的に意見し、工事の主導権を自らの手中に収めた。 一方、脱出を試みたシアーズは、まだ、イギリス軍の支配下にあった地域にある、軍病院に保護され、悠々自適の生活を送っていた。そこに、316部隊所属のォーデン少佐が現れた。彼はかつて鉄道で働いていたシアーズに、話を聞きたいと申し出た。すでに情報局に話をしたと拒むシアーズであったが、最終的に少佐の説得に応じ、 本部を訪れることにした。翌日、シアーズはオーデンに会うためジャングルにある316部隊の本部を訪問。そこは、いわゆる決死隊の本格的な訓練所でもあった。そこで、シアーズはオーデンから、橋の完成後に予想される、日本軍のイギリス領インド帝国への進軍を阻止するために、落下山で降下させた兵士に、 鉄橋の地上爆破をさせる作戦を打ち明けられた。現地に行った者がいない316部隊にとって、シアーズは同案内役に最適であったのだ。命からがら脱出した戦地に再び戻るなど悪い、冗談だとシアーズは拒んだが、すでにアメリカ海軍からシアーズの一時転席許可の電報が出されていた。そこでシアーズは、実は自分は二等水兵であり、 船を沈められた時に共に助かった中佐が日本兵に射殺されたため、後の待遇も考えてその服を奪い身分を偽ったのだという。シアーズは収容されたイギリス軍病院の交代遇にすっかり慣れきっていたが、ウォーデンの元にはシアーズが二等水兵であるとわかる履歴書が届いていた。ウォーデンは収容所から脱出した英雄が階級を詐称していた。 ことが明るみに出るのは海軍にとっても不利益であり、爆破作戦に参加すれば、少佐としての待遇をシアーズに約束するとした。かくしてシアーズは、志願兵として作戦に参加することとなった。クアエ川では、ニコルスンらの指揮のもと、着々と新しい橋が建設されていた。食事などの待遇は改善されたものの、以前より、労働量が増えたことをクリプトンは疑問に思っていた。 日本軍への利益を提供するどころか、イギリス軍への反逆行為にあたるのではないかと。しかしニコルスンは、軍隊の士気が高まったことや兵士が健康を取り戻したこと、さらに橋の完成は、イギリス軍の評判を高め構成まで伝えられる栄光をもたらすと主張した。一方、316部隊では、降下作戦に参加する4人目のメンバーを選出している最中であった。 ウォーデン、シアーズ、チャップマンに次いで、水泳の名人であるジョイスが参加することとなった。シアーズは降下の体験がないため訓練の必要があったが、時間の都合上を受けることができなかった。しかも降下の際に負傷する確率も極めて高く、運を天に任せて飛ぶしかないということも聞かされた。そしてイギリス軍機による降下作戦が始まった。シアーズ、ウォーデン、 ジョイスは無事着陸したがチャップマンは大木に激突し死亡した。キャンプ地となる村で暮らしている案内役のヤイによるとシアーズが通ったことのあるルートは日本兵の見張りがいるため別のルートを通らねばならないらしい。しかも村の近くには敵が大勢おりジャングルで一夜を過ごさねばならないとのこと。ヤイの話す言葉もわからないシアーズは自分が 作戦に参加していることに疑問を感じている胸を明かした。しかしウォーデンは常に予期せぬ出来事に対処しなければならないと説明するしかなかった。再び進行を開始したウォーデンらであったが炎天下のジャングルで先が見えないことや厄介なヒルの存在により作戦は困難を極めていた。休憩地点でジョイスが 下半型ラジオの調子が悪いと困っていると、苛立だったウォーデンが、捨ててしまえ、と言って、それを受け飛ばした。すると、そのラジオから、ラジオ東京の音声が流れてきた。復旧したラジオで、イギリス軍本部からの暗号を受信し、解読すると、日本軍は下流に新しい橋を建設中であり、5月12日までに、完成させた後13日に、 初めての列車を通過させる予定らしい。さらに列車と橋の同時爆破命令とその成功を祈る趣旨の激励が寄せられた。八重の話によると12日の夕方には現地に到着するらしい。希望を見出した三人の士気は自然と高まった。時を同じくして工事現場では兵士たちが過労により次々と病院へと送り込まれており。 深刻な人手不足に悩まされていた。そして工事も予定より大幅に遅れを見せていた。ニコルスンは仕方なく患者の中から比較的傷の軽い者に軽作業を任せることにした。シアーズらはルートの途中にある川でしわしの休息をとっていた。そこに複数人の日本兵が現れた。シアーズ、ウォーデン、ジョイスの3人は一斉に彼らを射殺した。 しかし、日本兵が一人逃げたためウォーデンとジョイスが後を追った。追跡したジョイスは、日本兵に遭遇。しかし、恐れをなしたジョイスは硬直。そこに、ウォーデンが駆けつけ、日本兵を視察した。しかしその時ウォーデンは左足を負傷してしまう。その後も進行で大幅に遅れを取るウォーデンであったが、仲間の助けもありなんとか目的地までたどり着いた。丘から見下ろすと、 捕虜のイギリス軍兵士らにより、見事な橋が架けられていた。シアーズらが遠くから建設現場を偵察をすると、日本軍とイギリス軍が有効的に橋の建設を記念する胸の看板を設置していた。シアーズらは橋の爆破についての作戦を練り始めた。橋脚の下3フィートの地点に爆弾を設置。下流に仕掛けた点火箱に、 電線で繋いで爆破させるという、点火箱の設置場所を試案した結果、川の反対側に仕掛けることにした。点火した者は命がけで泳いで戻らねばならないため、水泳の得意なジョイスがその役割を志願した。シアーズとヤイもジョイスの補佐をすることとなった。足の不自由なオーデンは、万が一のために迫撃砲を備え、二人を援護することにした。隠して、 落破計画が実行に移された。その日の夕刻、ニコルスンと斎藤は完成間もない橋の上にいた。苦心の末に完成させた橋を照らす夕日の美しさに両者とも感慨に浸っていた。そして、ニコルスンは明日で入隊して28年を迎えることを打ち明け、28年間の人生を振り返った。 二十八年の月日の中で本国にいたのはせいぜい十ヶ月。しかし、その中でインドという国を好きになった。しかし人生が終わりに近づいていることに、ふと気がつく。そして時々自問する。自分の人生は誰かにとって有意義なものであったかと。でも、その自問も今夜で終わりだと。その頃、シアーズとジョイスらはカモフラージュのため墨を全身に黒く塗り。 爆弾と共に川を下って橋脚までたどり着き、橋を爆破すべく爆弾の大掛かりな仕掛けに取り組み始めた。ニコルスンは橋の完成を祝った催しの中でスピーチをした。橋ができたことで兵士らを新しい収容所に移すことができること、斉藤所長の計らいで傷病兵は特別に汽車で移動できるようになったこと、また陸の孤島のジャングルという壁地で苦難を乗り越え、 大事業を成し遂げたことは、捕虜となり誇りを失っていた兵士たちに名誉を取り戻し、敗北を勝利に変えることができたということを話した。そして、スピーチの終了後、一同は高らかに、イギリス国家を歌い上げた。橋脚に爆弾を仕掛け終えたシアーズラは、天下箱を設置しに、軽い上と下った。 天下箱の確認を終えた後、シアーズとヤイはジョイスを残し向こう岸まで泳いで行って、夜を明かした。シアーズとヤイは目を覚ますと、川の水位が下がっていること気づいた。そして、ジョイスの手元では、電線が剥き出しになっていた。さらに遠くから見ていたオーデンは爆薬まで目で確認できた。ジョイスが電線を隠すためにひたすら砂を巻き続けていると一発の銃声が聞こえた。 橋の完成を祝して、斎藤ら日本兵が橋の上を更新、初めて通過する列車を迎え入れようとしていた。ニコルスンと斎藤は最後の点検のため橋の上を歩いていた。クリプトンは局外者でありたいとして丘の上からそれを見守っていた。そして山の向こうから初めて通過する予定の列車の汽笛が鳴った。ニコルスンが橋の下に目をやると本来やるはずのない。 縄のようなものが見えた。それを変と気づいた、彼は、斎藤と共に橋を折り川を下っていった。すると、一本の木に縄が垂れ下がっているのを見つけた。その縄をたどっていくと大きな石に巻きつけられていた、縄は急に重くなった。斎藤に助けを求めようとしたその時、ジョイスが斎藤を背中から刺し殺した。ニコルスンはその場で、ジョイスを取り押さえた。ジョイスは、 自分は、イギリス軍兵士である。決死隊の命令で橋を爆く橋に来たと言った。驚愕したニコルスンは慌てて、橋にいる兵士らに援軍を要請した。シアーズが飛び出すと、日英両軍は一斉に射撃を開始。ジョイスは流れ玉に当たり絶命。向こう岸にいたヤイも射殺された。かつて収容所で共に時間を過ごしたシアーズが銃弾を浴びながらも、 自分を睨んでくるのを見てニコルスンは、愕然とした。自分は、何のために橋を建設したのだ。さらに、ウォーデンの援護射撃を食らったニコルスンは、意識が朦朧となり、天火箱のスイッチの上に倒れ込んだ。ちょうどその時、列車が橋を通過しようとしていた。結末は最悪の事態であった。橋の爆発により、日英双方の兵士、シアーズ、ヤイ、さらには、 列車の乗客までが犠牲になった。ウォーデンは仲間を捕虜にしないためにはこれしか手段がなかったと言い訳するしかなかった。丘から降りてきたクリプトンは爆破後の悲惨な光景を目の当たりにして馬鹿げている。信じられないと嘆くだけであった。そして川には1943年ニコルスン隊長のもとイギリス軍一同が橋を設計。 建設と書かれた看板がただ虚しく浮かぶばかりであった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。